気づけば、空を見上げていた。何この展開。なぜか、丸く切り取られたかのように広がる。灰色の狭い空。その上空から、何かが遠くへ落ちていくのが見えた。ろう。小さな光の玉が、雪のように緩やかに落ちていく。やがて、ビルとアイビルの合間へ沈み、それだけだった。何かが起こる様子もない。拍子抜けだ。そこでようやく、俺は自身の立っている場所と、目下の景色を認識した。建設中らしいビルの屋上、その下には繁華街っぽいものが広がっていた。けど、さすがに場所までは把握しきれなかった。そもそも人の気配が全くない。ここはどこだ？何がどうなってんだ？いや、それ以前に、どうして俺はここにいる？どうしてんな。体が妙に軽いが、夢ではない現実感があった。わからないことが多すぎる。ひとまず移動して調べてみよう。そう。会社へ向かおうと歩き出した直後、不意に気になって、さっきの光の玉が落ちていった方へ目を向ける。どっち？でも結局、何が気になったのかすら分からず、俺は再び歩き始めた。はっと、え？え、な、あれ？これ？京介くん。で、ナイフがある。もうこっからナイフがある。え？これ、第一種のボードよな。なんやけなんだ？ど。いやあ、せつな圭介だよ。今回から2週目やっていきたいと思います。さ、いくらカネちゃんが妹を殺した犯人だからって、あの終わり方はさ、さすがに、きついものがあったと思います。何か回避できる方法があったはずなんじゃ。そんな気持ちで、2週目、スタート。そう、前回のラストね、こんな感じで、血のついたナイフが落ちとる状態で進んでおりました。なんだ？2周目ってことでね、だいたい似たような内容なんだろうか。だとしたら、な結んなん構だ飛よ。ばし飛ばしでやっていって、動画上はカットしとるかもしれんね。いらんう部わ。分っていうか。ああ、ここは見てないわ。ここへナイフ気づくんやな。ナイフが落ちていた。しかも、切っ先に血が付着している状態でだ。なんでこんなものが落ちているんだ。近くに誰か、刺された人でもいるのか？一周目で京介くんが刺してるんだよな、カレンちゃんのことを。一瞬、僕自身に怪我がないか心配になって、体をまさぐってみる。でも、痛みや出血はない。だとすれば、この得体の知れないナイフは、一体、どこにかにまた、このナイフを使った犯人が潜んでいる可能性もある。いるよ。この後ちょっとしたら出てくるよ。一周目だったら。あ、これは、あれか。一周目と一緒か。ガラスか。ねえ。じゃあ多分結構一周目と似たようなところがあると思うんで、そういうところはカットしていきたいと思います。そういや、まだローがどんな人物だったかっていう、明かされてないような。ローがみんなのことは知っとるし、幼馴染の一人だという言うんは、妹のことをすごい、
大切に思っとったんがさ、カレンちゃんが犯人だと分かった瞬間にさ、させってすごい勢いでさ、もう芯から妹のこと大切にしとったんだろうなって伝わるような、思いっきり犯人に食材をさせろみたいな感じで迫っとったもんな、カレンちゃんのこと。ローって結構いい、京介くんの妹のことを思いやとったタイプのキャラだったんかな。何かの景色、この何かの景色っていうのがカレンちゃんが飛び降りた時のフラッシュバックだったんやな。誰かが立っている。カレンちゃんすごい髪型だな。だとしたらこの時のカレンちゃんすごい髪型になってる。なびくってレベルじゃないでしょ。めっちゃ立ってるもん髪が。来るぞ。体験版と合わせて3回目見るけど、見る3回目やけどさ、ここだけは飛ばさんぞお前。来い。カムバック幼馴染み。これは凝視しなくてはいけない、そういう定めなのです。離れてくれ。過保護だな京介くん。そうやな、要は第4章はこの女の子にさ思いっきり迫られたんだもんな。京介くん、なぜゆうちゃんのことを突き放したんだろうって思うな。やだ、私は本当に怖かったんだから。誰もいないのかもって。うんうん、俺だったらキスしてるよここで。なんかここのありがとうの言い方さ、一瞬目となんか違う気がするんやけど、気のせいかな。ね、あれ。ほう、ここカレンちゃん。あそこ誰かいない。この時点ですでに記憶持っとる錠剤やけんな、自分が京介くんの妹を殺したっていうことも、自殺したってことも頭の中におる上でここにおる感じだよな。あそこ口に誰か立ってない。カレン出た。あげる重要アイテム。え、これ私に。ありがとう。これを妹の前で道端に投げ捨てて、それを妹が拾いに行って事故が起きて惨劇が起きるという形つけてくれたんよな、この時点では。その時の道に投げ、本当に投げ捨てたかもちょっとあれなんかわからんのか、そうでないと信じたいし。屋上で何してたんだよ。ああ、ここで驚いたように身を丸くした点は、自殺したはずなのにこの世界に来て、そして京介くんとも出会ってしまった。自分が妹を殺してその罪悪感で自殺したはずなのにその兄と出会ってしまったと、そういう意味の驚き方だったんかな、ここ。え、何それ何ってなる。そしてちょっと考察に入るんやな、カレンちゃんなりに。お、記憶を全部戻るカレンちゃんなりに考察が入るわけな。桜井くん、え、なんでここで出会うのみたいな感じの聞き方だったんかな。そうだけど、え、どうかした。どうかしても何もないんよな、カレンちゃんにとっては。いや、あれを見て。ここで黒の世界からの命題。天が一緒なんやけど、あんま変化なかったな。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。第一章のサブタイトル変わって、名前変わってない?おい、ちょっと待って。ちょっとセーブするのはいいけどさ、サブタイトル変わってない?私は死んだ、犯人は。いきなり知らないもの出てきたよ!ユリアちゃんで、なんか白黒にされたユリちゃんが俺の目の前に立ってる。物理が好きだった。難しそうに見えるものでもじっくりと理解していけば簡単な理論の組み合わせだと
傷つくじゃない。点と点とつなげるのがパズルみたいで楽しかった。先に事象が存在し、その証明をしていくというのが人類未踏の地を探索している気分でワクワクした。めっちゃ鉛筆の音がガリガリ聞こえてきますな。今の時代で鉛筆使ってんのか。でもきっとどれも一番の理由じゃない。できた。小さい頃、解けた答案を持って僕は部屋を飛び出す。この成果を真っ先に伝えたい人のもとへ。お父さん、僕。この頃のユリアちゃんは手が。よくわかったな。私が大学の時に解けた問題なのに。ジュリーは優秀だ。私なんかよりずっと。ああ。この時点でユリアちゃんが劣等感を、妹に対して劣等感を感じ取ったんやな。僕はとっさに答案用紙を背後へ隠す。こんな回答じゃ父は喜んでくれないかもと感じたから、見せることすらためらいがあったから。僕が物理を好きでいた理由、それは父の喜ぶ顔が見られる唯一の方法だったからだ。最初の工程で誰かに褒められたいとか、小さい頃だったら特にそうだろう。親に褒められたいとか、そういう理由で物事頑張ることって多いと思う。ユリアちゃんによってはそれが、そういう科学の研究の文化だったと。文化？分野だ。なんだよ。あれ、そして一周目と同じとこに出てくる感じかな、これは。あれは間違いなく。これ思ったけどさ、スキップがついとるってことは、この辺は別に一緒なんか。そうな、神谷くんはさ、一回経験しておけんな、クロノス世界での生活のことを。だからこう、的確に指示を飛ばしたんだろう。初めてだったらさすがに神谷くんでも、ダメだったんだろうなって思いながら、思いますが。か、二階堂と桃の、諸角を呼ぶか。特に諸角は。うん、呼ぼう。もう、たびたびさ、諸角の横乳が、横に向いたところ、横から見た時の父の膨らみがさ、すごい興奮だったよな。おい、狙いがバレバレだぞ。ごめんなさい。荷物。よ。こんな感じだったんじゃ。とっさに顔を隠しすぎてこんなモーションだったんじゃ。俺、よって瞬間にこっち見ようだけんさ、このモーションは見てなかったよな。かわいいぞ、ユーリアちゃん。あれ、ふう取れたのところはない。あれ、ゆうちゃんのふう取れたわ。あれ、来た。ため息が僕の皮膚に染み渡っていく。体の芯が静かに冷えた。父は読んでいた僕の論文を捨てるように机に置いて眼鏡を外した。程度が低い。時間の無駄だ。勝手なことをするな。ちょっと冷たくのしかかってくるような言葉。そう言い残して席を立ち、書斎から出ていった。ずんと胃のあたりが重くなったけど、ここの中じゃこれもユリアちゃんのためを思ってっていうか、ユリアちゃんが本当に科学の世界っていうか物理学の世界に来るのを危ぶんどるっていう、そういう捉え方だったんだな、これは。何度父にテーマを話しても論文にすることは許されなかった。
きっと論文の形にしたら面白いと思うテーマでとりあえず勝手に仕上げた。すでに雑誌に投稿してあった。自信があったのだ。しかしその結果がこれだ。自傷気味に笑いながら壁際のソファーへ腰を下ろす。立ち上がる気力が湧いてこなかった。目の前が暗くなっていく。無気力感に押しつぶされそうで指先一つ動かせそうになかった。これが天才少女。多少天才少女が自称盆栽少女と思う一つの物語か。そのまま目をつむって数秒そうしてから勢いをつけて起き上がった。時間を無駄にしてはいけない。人間に平等を与えられているのは時間だ。人生とはそれをどう行使するのかの際でしかない。父の言葉だった。またテーマから考え直すかな。しかし挫折はしなかった。よくここで挫折せんかったもんやな。書斎を出ると今に妹のジュリーと父がいた。父の手にはタブレット端末が握られていて、どうやらジュリーの論文をチェックしているようだった。しばらくすると父がふっと表情を緩めた。ジュリー、何が欲しい？そうか、何か論文をうまくいくたびにご褒美をあげよったやな。その言葉を聞いて自分の理性が大きく削り取られるのが分かった。足早に今を通過して自室に戻った。ベッドに腰掛け転がっているパティをぎゅっと胸のあたりで抱きしめて深呼吸をする。頭に血が通って理性が戻ってきた。すぐにジュリーに声をかけなかった自分に嫌悪した。お姉ちゃんとして失格だ。ああ、ここでお姉ちゃんだったらよくやったみたいな、そういう言葉をかけてあげるところだったんやな。何が欲しい？その言葉は父が認めた時に発する言葉だった。ご褒美として何かを買ってくれるのだ。パティ。しかしユリエちゃんは一回だけしかその言葉を言ってもらえたことがなかったってことか。僕が父に買ってもらったのはこのパティだけだった。僕が小学校低学年の頃、大学生の物理問題を解いた。初めて解けた証明問題に父がご褒美を買ってくれたのだった。もうその時点で天才と言われても仕方がないレベルの学力が頭があったんじゃ。心が欠けそうだよ。パティにそうつぶやくと彼から言葉が返ってきた。大丈夫よユリア、今回の論文がたまたま響かなかっただけよ。またチャレンジすればいいじゃない。諦めず検証を重ねる根気こそ科学よ。そうか、そうやって自分のことを自分で慰めていきよったんじゃ。東北ユリアとしてではなくパティというもう一つの人格を作ってかな。帰ってきたというのは性格じゃない、腹話術、僕自身の声と言葉なのだか。気づいた時にはパティの腹話術は癖みたいなものになっていた。こんな非科学的なことをしたところでと思う反面、自分をごまかすのにはうってつけで止めやめられないでいた。ユリアはやればできる子よ、だから落ち込まないで、大丈夫。若干パティの方にも不安っていうか悲しみの感情が映っていた。大丈夫の言い方がまさにそんな感じだった。大丈夫。ふと素の自分に戻り、こんな弱気な自分はとてもみんなに見せられないなと思った。みんなは僕のことを天才だと思っている。そして実際のところ
僕はみんなより数学や物理ができるだろう。だからこそこう悩みはわからない、分かってもらおうとも思わない。それにきっとみんなはもうそんな余裕がないだろう。あの事件以来バラバラになってしまった。僕が今つながりを持っているのは二階堂くんぐらいだ。すべてを分かち合うだけが友達とは思わない。ってことは、あの妹が亡くなった事件があって、それで行ってまだカレンちゃんと一緒に話したわけじゃ、他のみんなはちょっとあの事件の結果話さなくなってしまったけどみたいな。秘めることでその場にふさわしい自分になれるのもまた友達だと思う。そう分かっているのに、多分父に否定されて心が 弱っているのだ。誰かと触れ合いたかった。どうしてこんなに苦しいんだろう。体内に溜まった苦しみを吐き出そうとため息をつくと携帯電話が鳴った。メールの着信だった。その懸命に僕は目を見張った。カレンちゃんか？誰だよ。何ここ、あれロー、このタイミングで出てくる。え、ねここってあれあれま、あれま、あれま、あれ、え、自分誰よ。京介くん。あーあーって、これはなんか一周で 見たような気がするかもな。あれじゃあこんな感じのあれあったな。一周目そうじゃ笑そうった。言うタイミングを失ってたんだけど。そうだったの？それは。あ、そうじゃ。ここで反応がカレンちゃんだけなんか知っとるような反応だったよな。ローって僕は知らないけど、相手は僕の友達だって言ってたよ。今の確かに知っとるっていう反応だったような。その話を聞いて苦い顔したような感じだったな。ほんまに分かりやすかった感があるよ。二階堂。知らない。でも。知らない。僕は天才だよ。だから、僕は天才なんかじゃないってば。本物と比べられたら、僕なんて住人並みの盆栽が関の山ってところだよ。っていうのは、謙遜とかじゃなくて、本当に、地区に天才がおるからこそ、こういう発言になってきているわけで。それはとても信じられないな。で、京介くんは思うが、妹の関係を見せられたプレイヤーにとっては、なるほど、まあそうなるよなって、ユリアちゃんがこういう言葉を話すよなって思うわけで。国から表彰され、僕が欲しいのは知事からの承認だった。知事は厳格で、常に高みを目指すような人だ。誰から認められようと、どんな名誉を授けられようとも、そんなものを意に介す様子もなく、ただひたすらに自分と向き合い続ける人だ。そんな父に当然のように憧れた。でも父に物理を教えてと頼むと、最初ははぐらかして教えてくれなかった。そりゃそうなんよ。お父さんからしてみたら、ユリアちゃんをこっちの分野に連れてきてもいいものかっていう、そういう葛藤があったんよな。理由はわからなかった。その時すでにもしかしたら父は僕に物理は扱いきれないと思っていたのかもしれない。まあ近いっちゃ近いかもしれない。そのうち何度も懇願していたら、この道の厳しさを解いた上で物理を教えてくれるようになった。物理を教えるようになってから父は急に厳しくなった。僕に甘えを許さなくなった。
常に現実を向き合うことを教え、逃げることを許せなかった。でも初めて証明問題を解いて褒めてくれたとき、父はぬいぐるみを買ってくれた。僕の部屋にパティという家族が増えた。それがなんだか父に認められたようで嬉しかった。僕はなんとか父の期待に応えてきたつもりだった。いつか表彰台に立って父にもっと褒められたい。辛い時はいつもその絵をまぶたの裏に描いて耐えた。でもジュリーがいた。妹さんが妹のジュリーも僕と同じように父に憧れ、驚くようなスピードで成長していった。それでも2歳も年下で僕にはまだ及ばなかった。その成長スピードを脅威に感じていたのは事実だけど、けどある日その差が明確になってしまった。僕は初めて表舞台に立つことが決まった。僕の送った論文が基礎物理学賞を受賞したのだ。これが京介くんも言うってやつやな。きっと父は舞台に立つ僕を誇らしく見てくれるんだろうと思った。でも僕の受賞が分かったすぐ後にジュリーの受賞が発覚した。ブレイクスルー賞、21世紀のノーベル賞とも呼ばれる権威ある国際的な物理学賞。物理の世界で名が覚えられるレベルの世界的名誉だ。正直僕の賞とは比べるまでもない圧倒的なレベル差がそこにある。そうか、もうその時点で大差がつけられてしまったと思ってしまうんやな。僕の手にした栄光は簡単に霞んでしまった。ジュリーがアメリカから帰ってくると、手には新しいぬいぐるみが握られていた。妹さんもぬいぐるみが好きだったんじゃ。僕がぬいぐるみを買ってもらったのは、もう何年も前の話だ。後にも先にも、たった一度だけだったご褒美。父の視線の向く先が変わったのを明確に理解した。いつか取り返してみせる。なんだ？あ、そうか、こんな返し、あったな。あったっけ？あ？あれ？ゆうやちゃん視点になってる。あ、今、視点が変わった時の表現だったんじゃ。